こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。本日は本当に暑い時に着物を着る時に使う着装小物ということについてお話をしていきます。暑い時涼しく着たいっていうのと、綺麗に着たい、部分的には相反する部分もあるんですよね。涼しく着るための着装小物、それから何を省いて何を省いていないのかということもね、ぜひ今日は着目してみてください。まず一番最初、私補正を今日はしていません。綺麗に着るためには補正必要なんですけれども、天秤にかけて綺麗に着る、涼しく着る、私は今日涼しく着ることに天秤が傾いたので補正をしていません。そして今長襦袢着てますけれども、本日使っている後輪ベルトの素材はメッシュの素材を使っています。シワを取っていきますね。やっぱりあのメッシュのものっていうのは風が抜けてくれるので涼しいですよね。通常であればここ伊達締め使うんですけれども、本当に涼しく着たいときは伊達締めしないです。では続いて着物を着ていきましょう。ワッと着ていきます。今日ね、着ている長襦袢の素材は麻の長襦袢です。私はやっぱりあの暑い時期になると麻が一番あの風が抜けてくれるので涼しいかなというふうに思っています。まあ、着るね、着物にもよっても違ってきますけれども、今日はね、6月の頭ですよね。で、監修所の着物カレンダーでは、まあ6月っていうのは一重って言われてますけれども、今日鎌倉は27度、最高気温が27度ですが、場所によっては30度超えていますよね。もうほんと夏物着たいなっていう感じだと思います。さて続きましての着装小物、腰ベルト、私使うんですけれども、腰ベルトも後輪ベルトと同じメッシュの素材を使っています。こうやってあの1個を変えたぐらいだとそんなに変わらないかもしれませんけれども、やっぱり2個3個って重ねていくと涼しくなります。そしてこの時の腰ベルト、補正をしている時よりもちょっとこのきつさっていうのをもうちょっときつくしていただければと思います。補正してる分お腹ってこういう風に出ていくんですけれども、補正しないとこの腰ベルトちょっと緩めに感じてしまうので、通常補正している方はぜひこのあたりもチェックしてみてくださいね。今日私は浴衣の下に襦袢を合わせて着物のようにして着ています。後輪ベルト、2本とも涼しくしたらより涼しくなるんですけれども、メッシュの方にね、もし1本しかないとしたら、今日私のようにしていただければと思います。内側はメッシュ、外側は通常のもの。やっぱり外側になれば体から少し距離ができるので、もし1本しかないわという方はこちらの方の後輪ベルト、今までと同じもので内側を涼しいものにしていただければというふうに思います。ちょっと私この後輪ベルト調整を忘れていましたけれども、補正をしていないので外側の後輪ベルトもちょっときつめにしておくといいと思います。で、胸元ここ整えます。通常私前結び用の帯板をつけるんですけれども、ちょっとね、熱くなってくると本当に無理ってなると、このメッシュの帯板を使います。この時あの前結びちょっとやりにくかったりするんですけど、まあ、コツがあるので、そのコツにのっとりますが、やっぱり胸元きれいにするためにここでは伊達締めを使います。この伊達締め省くとちょっと襟周りが不安になるかなというふうに思うので、ここでは伊達締めを使っていきます。この今日使っている伊達締めはシャの伊達締めです。通常の伊達締めだとやっぱりちょっと厚いかなと思うので、シャの伊達締めを使います。そしてメッシュの帯板を使っていきます。よいしょ。あの前結びにはあの前結び用の帯板がいいんですけれども、
もうどうしても暑いっていう時には私はこの帯板を使うこともありますね。今日私が締めている帯は、まあ、夏のね帯になりますね。やっぱり通常の一年中使えるものと夏帯どっちが涼しいですかって言われたら、やっぱり夏帯の方が涼しいなと思います。ので今日は夏帯をチョイスしています。夏帯よいしょ、これはそこまでなんかすごく透け感があるっていうわけでもないので、今時期から私は使っていますね。よいしょ。帯を結ぶところの結び方っていうのはそんなにね、というかそんなにというか全然通常の季節と変わりはありません。変わりがあるところはこちらです。今日私が使っている帯枕はヘチマの帯枕を使っています。本当に暑くなったりとかするとお太鼓じゃなくて銀座結びすることもね多いんですけれども、こちらお太鼓したいなっていう時にはヘチマの帯枕を使うようにしています。やっぱりヘチマの帯枕っていうのは風がね抜けてくれるんですよね。なのでやっぱり背中暑いじゃないですか、布と布が接地してくると。なんですけれどもヘチマの帯枕だとやっぱりちょっと涼しく感じるので、お太鼓を夏時期に締めるときは私はヘチマの帯枕を使うようにしています。ただヘチマの帯枕ちょっと私が通常使っているものに比べるとこの幅がね狭いんですよね。私ロングのサイズを使っているので、なのですごくバシッと決めたいときは通常のロング幅のものを使うんですけれども、涼しさ優先のときにはこのヘチマを使うようにしています。以前、動画で夏時期に前結び用の帯板を使わなくても帯を回すコツというか回す方法について動画をアップしたことがありました。よかったらね、そういったのもご覧いただければ、ご参照いただければなと思います。夏用の帯締め、見た目的に涼しいかもしれませんけれども、体感的にはもうここまで布が積み重なってくるとあんまり変わらないなと思うので、私は帯締めは、まあ、夏物も使うことありますけれども、基本的には一年中使うものを普段もよく使ってますね。夏だから絶対夏物じゃなきゃダメというふうには私は思っていないので、一年中使えるものを使っています。で、仮紐を外します。通常でしたらここで、紐を畳んでいくんですけれども、本日はちょっと割愛したいと思います。よいしょ。はい、では結べたので回していきます。いつもよりも体幹をぶらさないっていうのをすごく注意しますね。それから通常だったら2回に分けてずって回すんですけれども、今日はねメッシュの帯板なので前結び用専用じゃないので、ちょっと回した後左手は帯板をが回らないように持っておいて右手だけで回していきます。綺麗さっていう意味で言うと、で通常のように補正をした方がやっぱり綺麗だなと思うんですけれども、今日はね涼しさ、できるだけ涼しく着るということに主眼を置いて、着物を着ています。やっぱりその時々で優先順位って変わってくると思うんですよね。それに合わせてどれにしようかなというふうに選べるようになると、着物より楽しく着れるんじゃないかなと思います。帯締めを結んでいきますね。で最後帯揚げを結んでいきます。お話しし忘れましたけど、今日私が使っている帯揚げはメッシュの帯揚げを使っています。
着物の慣習上のルールとか、まあ、いろいろねあると思うんですけれども、やっぱり着物を着るっていう時に具合が悪くなっちゃったらもう大変なので、もうできるだけ柔軟に、捉えていただいて、体に無理がないように着物を着ていただくというのがやっぱり重要なんじゃないかなというふうに思います。私も6月ですけど、朝の着物暑いなと思ったら着ることもありますし、本当にそのあたりは体調と相談しながら柔軟に着物を着るようにしています。帯揚げ帯締めの結び方は別な動画で詳しくご紹介しています。よかったらそちらもご参照になってみてくださいね。ちょっとこのあたりやっぱり補正をしていない分、ちょっとこのお尻のあたりのシワとかって多分出てると思うんですけれども、まあ今日は涼しさ優先なので優先順位で着物を着ています。ちょっと着物着られたので一回りしてみましょう。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、ぜひこちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。